トーマスのキャラクタースペシャル、今回はエドワード編です。エドワードが主役回のエピソードを収録した特別編で、2018年9月に放送されました。このスペシャルでは、壊れたスピーカー、頼りになるエドワード、エドワードの休む場所の3つのエピソードが紹介されています。比較的に新しいエピソードが選ばれていますね。2017年11月放送のエピソード、ナップフォード駅の新しいスピーカーから音が出ないので、エドワードが古いスピーカーを探し出すというお話です。2014年10月放送のエピソード、ゴードンを助けているのに感謝されずに不満のエドワードは、トーマスと協力してある作戦を実行します。2018年2月放送のエピソード、ジェームスの事故で寝場所を変えたエドワードですが、フィリップのおしゃべりで眠れず、翌朝には眠すぎて居眠り運転をしてしまいます。以上、簡単ですがキャラクタースペシャルエドワード編の3つのエピソード紹介でした。これを機会にぜひエドワードが主役の回を見返してみてくださいね。